どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はヒルトンダウンタウンの、今向かいにいますけども、本日はですね、あそこは集合場所になっている、ツアー会社のね、ベルトラというツアー会社を通して JTB が運営している、夜景ツアーに参加しようと思いまして、この日程を回す。で、基本的に私ツアーっていうのは基本的に参加しないんですけども、この夜景ツアーだけは自分で手配するよりね、はるかに安く上がるので、今回参加させていただこうかなと思います。まあ、今回というか、いつもですね、今まで夜景三昧ツアーっていうツアーがあったんですけども、今ね、そのツアーなくなってしまって、今三大ツアーみたいな感じで、夜景3カ所回るツアーがやっていました。そちらね、今回、参加して皆さんにシェアできたらなと思います。あとね、30分ぐらいで、集合時間になりますので、ホテルの中でねちょっとゆっくり待とうかなと思っております。それでは行きます。これはヒルトンの、ね、入口となっております。唯一ね、ニューヨークに来て日本人の人に会うって言ったら、私いつもここしか会わないって言っていいほど、このヒルトンっていうのは日本のね、HIS とかのツアーでも使われてるんですかね。結構利用しててね、日本人の方の声が聞こえたりします。で、ヒルトンのこちらフロントがここにありますけども、こんな感じになっております。まあ、ニューヨークのね、ホテルは一応パブリックスペースっていう感じになっておりまして、お手洗いとかね、そういうものが利用誰でもできます、ね。まあ、観光してる時にね、お手洗い行きたくなったらホテルのね、お手洗い借りるのは基本的にできます、ね。もしよかったら利用してみてください。で、JTB のね、今回ツアーなんですけど、場所が一応決まっておりまして、一応ね、この辺りが集合場所になっております。ここで待ってればね、いいのに声をかけてもらえるという感じになっておりますので、もしね、ツアー参加される方、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。それではね、時間まで待ちたいと思います。それではね、時間になりましたので、先ほどね、集合場所に行ってツアーに参加したいと思います。
ゃね、一つ目のスポットに着きました。ここもね、結構スポットなんですけども、ここに来るのがね、ちょっとだいぶタクシーとかで来るとお金がかかるので、今回ツアーに参加したっていうことです。まあ、今回ツアースポットでもそうなんですけども、こちらちょうどね、すごい見晴らしがいい公園となっていたんです。今ね、こう夜景ツアーで来てるんですけど、まだね、日の入りまであと20分ぐらいあるんで、ちょっとまだ明るいですね。十分綺麗なんですけどね、もうちょっと暗くなってほしかったなっていう感じですね。それで昼間はすごい天気良かったんですけどね、この時間になってちょっと雲が出てきちゃいましたね。私の予約したツアー、三大ツアーということで3箇所に回ってくれるツアーのはずなんですけど、ツアーガイドの方が2箇所って言ってたんですよね。ちょっと問い合わせしなきゃいけないですね。まさかと思ってるんですけど、ちょっと日付がね、変更になったので、もしかしたらその兼ね合いで変わってしまったのかもしれないですね。どうですか、これはニューヨークのまだ夕焼けまで行かないですね。もうちょっと暗くなったらね、さらに綺麗なんですけどね、まあ、こればっかりはしょうがないですね。実はですね、この看板見たことある方いませんか？結構私これ見た時に、あ、これかっていう感じだったんですけども、ロングアイランドのね、案内とかのガイドブックとかにね、これも載ってたりします。いや、もうちょっと暗くなってほしかったですね。こんな感じです。第一スポットとなってます。で、あの黒いのがトランプタワーで、その右のさらにもっと高い、ちょっと上が雲で切れてますけど、あれが今ニューヨークで一番高いビルみたいですね。ビルと言いましたけど、あれ普通のマンションらしいですね。今ツアーの方に聞いたんですけど、私商業オフィスだと思ったら、どうやらマンションっていうことでしたね。いやー、でもいいですね。それではね、次のスポットに行きたいと思います。
やってましたね。ここもいいですね。私ここは初めて来ましたね。ブルクリンブリッジはね結構何回も行ってるんですけども、内側はねなかなか行く機会がなくて初めて来ました。こちら側にもレストランがやはり野球ファンとしているということで、すごいたくさんありますね。これで2カ所目。いや綺麗ですね。どんどん夜景らしくなってきて、風がちょっと出てきたのか雲がね晴れてきましたね。それでは3カ所目のハミルトンパークに到着しました。それでは行きます。ここはね、三大夜景ツアーの最後のスポットということで、どうですか？見えてます？いやー、綺麗ですね。ニューヨークの夜景を一望できるスポットです。それではね、ホテルの方に戻りたいと思います。ここはね、本当に普通の居住区の普通の公園で、今夜の10時ぐらいなんですけど、かなり賑わってますね。週末ということもあって、すごい人になってきます。それではホテルに戻りますね。ではね、夜景ツアー終わりました。で帰りはね、ホテルの近くまで来ていただけるというサービスがあります。今回は、夜景三大ツアーで、ベルトラで企画され、ツアーされている夜景三大ツアーを紹介しましたけども、いかがだったでしょうか？もしね、ニューヨーク来られる方はね、これ自分で回るよりはるかにコスパいいんで、もしよかったら行かれてみてはいかがでしょうか？今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。